桂春若は、大阪府泉佐野市出身の落語家。本名は、西口正彦。出林は、智也津。つ。小畜芸能所属、情報落語協会会員。妻は1973年5月に結婚した元漫才師の木村リップチップのチップ。岸和田市立産業高等学校を卒業。子供の頃は、商店のファンで特に司会者。 立川男子の大ファンであった。偶然にも、大阪で、公開収録が行われるとのことで観覧し、楽屋で、弟子入り志願しようと待ち伏せしたが、すでに男子が次の仕事で楽屋を後にしていたため、出会えず、結局弟子入りは叶わなかった。その日、演芸コーナーを務めたのが漫才師のうなばらおバマおばと三代目、勝つ春男児であった。それがきっかけで、情報落語にも、 興味を持つようになり、春男児が出演する道頓堀角座、神戸松竹座、日立ホールに通うようになる。1969年頃に日立ホールの楽屋で、春男児のもとに弟子入り志願も、両親の承諾がないと無理と言われ、断られ、1970年3月に両親と共に楽屋を再度訪れて三代目、桂春男児に入門が許される。 師匠譲りの端正な芸風で、ありましょうや、けの茶漬け、抜けすずめ、べえあげざる、てさばきなどをよく講座にかけている。また、話を始める前に必ずいくつかジョークを織り混ぜる。西成寄せ、平野寄せなどいくつもの地方寄せを主催している競馬との出会いは、子供の頃は近所に、春木競馬場がありよく父に連れられ見に行っていた。 住野江協定が場内で放送するミニ FM、FM 住野江のパーソナリティの一員として活躍中。運のゆかりのファンである。ありがとうございます。